ミヤゼリ碑文は、ミャンマーのバガン近郊で発見された石碑で、紙面のそれぞれに、パーリ語、ピュー語、モンゴ、ビルマ語で碑文が刻まれている。ビルマ語最古の碑文として有名である。2015年に、ミヤゼリ碑文は、ユネスコ記憶遺産に登録された。ミヤゼリとは、エメラルドのストゥーパという意味で、バガンの南のミンカバー村にある同名のパゴダ付近で、発見されたため、この名がある。 ほとんど同じ内容の碑文が二つあり、一つ目は、スイスの考古学者で、ラングーン大学のパーリーコ教授であったエーミール、ホルヒハマーによって八百八十六から八十七年に、二つ目は1九百四年に、発見された。それぞれミャゼディッパ号だと、バガン考古学博物館に置かれている。バガン王朝第三代の王である、チャンシッターの裁判年に、王子のラージャクマールによって作られた。 一般には1112年か1113年に作られたとされる。これは、碑文の中で、チャンシッターの即位を、物歴1628年とし、王が28年在位したと述べていることを根拠にしている。ピュー語以外のパーリ語、文語、ビルマ語の3つの言語は、基本的に同じ文字で書かれている。現在のビルマ文字は円を基本にして構成されているが、 ミャゼリヒ文の文字は角張っていて、現在のビルマ文字とは大きく異なる。ミャゼリヒ文は、ピューゴの解読のために、重要な役割を果たした。チャンシュッター王の死に臨んで、ラージャクマールが黄金の仏像を作って王に捧げたこと、寺院を建てて三つの村を寄進したことを記す。ここで言われている寺院とは、ミャゼリパゴダの西隣にある、グーベウジー寺院のことと考えられている。 ありがとうございます。